崩壊スターレイル、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、クロックボーイに感情を、他人の感情を書き換える術を教えてもらった後からですね。なんてえぐいことをするんだ。だってこれ一応あれでしょ、人なんでしょ、 NPC とかじゃなくてさ。その感情なんか一瞬いた？おむろ。ごめんなさい、これから行く場所はピンボールマシンに乗らないといけないの。お先にどうぞ。まあいいけど。後ろからついていくから。バッテリーで、オンで、これで OK。オンで、回転。発射。秘密のアジトって、カフェ？カフェ。うん、そっち行くね。着いた。ここだよ。ここが秘密のアジト？うん。なくて、こっち。あ、なんかある。綺麗なマンホールの蓋だね、うん、秘密のアジトは中にあるの。周りの人見てるけど大丈夫。夢の中では何が起こってもおかしくないし、毎日たくさんの人が空から降ってくるから、通行人ももう驚かないよ。先にお手本を見せてあげるね。最初はちょっと暗いと思うけど、離れないようについてきて。入って大丈夫なのかこれ。ねえ、ちょっと聞きたいんだけどさ、君が女の子の気を引く方法って大っぴらに後をつけることなの？もう反システム時間になるけど。正確には45分だね。楽しい時間はいつもあっという間に過ぎるもの。そうだろ？クジャクちゃん、君の目って綺麗だよね。故郷はツゴンニア？もっとヒントが欲しいのかい？例えば、僕がエビキンジンとか。花火の目は君ほど鮮やかじゃないけど、曇ってるわけでもないよ。全宇宙で君たちツガンニア人を知らない人なんていると思う？生まれつきの詐欺師で、泥棒で、八方美人で、それから腹黒。名実ともにね。花火に言わせれば、君は夢の中よりもマンホールの中にいる方が似合ってると思うな。あ、ちょうどあそこに一つある。早く行ったら？いや、その必要はないよ。薄暗い場所は僕の気質と合わないからね。やっぱりこの美しき夢の方が僕に合ってる。軽薄で、見栄っ張りで、見かけ倒しで、それに雨が降らない。僕の服はとってもデリケートだから、雨風には耐えられないんだ。その減らず口閉じてくれる、クジャクちゃん。もう帰って。花火たち愚者はバカじゃない。カンパニーのワンコとお友達ごっこをするつもりはないの。へえ、その言葉は本当かな？君はカンパニーの人間と友達になったことがないのかい？花火がピノコニーの歴史を知らないとでも思ってるわけ？君たちのくだらない社内政治に花火を巻き込まないで。愚者、この宴に招待された時から君に選択の余地はない。早く誰につくか決めて、何も失わないようにした方がいいよ。分かったようなこと言うんだね。あのファミリーの手羽を自分の側に引き入れたみたいな口ぶりだけど。ねえ、何したの？クジャクちゃん、服を脱いでひざまずいて、カンパニーは絶対にピノコニーを責めたりしませんって約束したとか？君、
もう諦めたら？どうせ君たちは他人をチップにすることしかできないんだから。チップにすることの何が悪いんだい？ギャンブルのテーブルではチップだけが損したりしない。ガーデンオブリコレクションも請求列車の人たちもそれをよく分かってる。彼らは賢いからね。でも本当に賢い人はそもそもギャンブルには参加しないと思うけど。ほら、花火の方が賢いと思わない？いい？クジャクちゃん、君もパブの招待を受けたことのある人なんだよ。仮面の愚者を仲間に引き入れたいなら頭を使って、笑いの神様が何を求めてるのか考えないと。花火がアドバイスしてあげる。君が誰も説得できないなら口の聞けない人を仲間にしてみたら？少なくともそういう人なら君に反論しないんじゃないかな。じゃあね。ありがとう。口の聞けない人を仲間にする、肝に銘じておくよ。ストレスのたまる会話だな。本当に面倒だな。どうやらまたファミリーに会わないといけないみたいだ。こっち側で動いてること全然わかんねえな。これマンホールの中かい？あ、このダクトみたいなの通ってきたのか。どっから出たの？うわ、普通にいるな。もうすぐだよ。あそこなんか貼ってあるけど、これはまた別か。チュンチュン、この先危険だ。関係者が立ち入り禁止中。ここはどこ？ここは町の一番外側の巣作りエリアだチュン。中は工事中、工事現場があってとても危険だチュン。ドリームタウンの住民が増えてきたので家が足りなくなりそうだチュン。だから町の外に新しい家を作らないといけないチュン。とにかく町の外はとても危険だし、工事現場も危険だチュン。早くここから立ち去るチュンチュン。鉄さん来た。あなたは目の前の小鳥に自分の無教パスポートを見せた。大変失礼したチュン。クロックボーイの友人だったのかチュン。ここはちょうど手伝いが必要だったチュン。実は今日子供たちが巣作りエリアで遊びに行ってるチュン。ブラザーハルに毎日この辺りをパトロールしてもらってるのにチュン。クロックボーイの友人、悪いが彼らを探しに行ってもらえないかチュンチュン。よかった、感謝するチュン。あのいたずら好きな子供たちはまた隠れんぼに夢中になっているはずだチュン。彼らを大樹に連れ戻してほしい。お礼を用意するチュン。こっち？見て、綺麗な場所でしょ。観光客は本来ここに来ることが許されないの。あ、そうなの？私たちも他の人に見つからないように気をつけないと。でも心配しないで、別に危険地帯ってわけじゃないから。ここは黄金の時の教会だと思ってくれればいいよ。もっと外の向こうに行くと、今もファミリーが建設や改装をしてるの。私の秘密のアジトはこの中にあるんだ。こっそり中に入ろう。そう、そっちか。ん？大丈夫？なんて言ってた？退勤したいって聞こえたけど。そこの二人、この先は工事中だから関係者以外立ち入り禁止だ。あ、もう見つかっちゃった。わかった、戻ろう。あの、そこをどうにかしてもらえない？誰にも迷惑かけたりしないから。ダメだ、上の決まりでドリームメーカー以外は誰であろうと立ち入り禁止だ。ずいぶん固くなだね。私たちはギャラガーの司令だよ。誰だ？聞いたこともない。
たとえ夢の主本人が来たとしてもお前たちを中に入れることはできない。これ以上小細工しようとしても無駄だ。帰ってくれ。それが双方のためだ。彼を説得するのは難しいみたい。他の方法を考えよう。もしかしたらまたクロックトリックが使えるかもしれない。いや悪いことだろう。これは別に悪いことじゃないよね。これ以上小細工しようとしても無駄だ。帰ってくれ。それが双方のためだ。目の前の男は非常に落ち着いており、全く隙がないようだ。もしかすると挑発する必要があるのかもしれない。やろうか。平常心、怒り、喜び。怒りかな。何度言わせるつもりだ。工事中だから立ち入り禁止だって言ってるだろ。これ怖いな、急に。お前たち何としても俺の前に現れるつもりか。それなら容赦しないぞ。勝負だ。自ら面倒を招くとはな。あまりいい気になるなよ。こっちだってお前みたいな奴は大勢見てきたんだ。若くて元気があるのをいいことに、何も恐れず毎日フラフラ遊びながら問題を起こす。利己的で社会に貢献することなんか全く考えてない。お前のようなルールを無視するガキにはお仕置きが必要だ。行け、スイートドリーム劇団。こいつらを思いっきり懲らしめてやれ。いい名前だな、劇団名。うわ、赤いな。素晴らしい時はさようなら。はい、食材の時だ。立ちなさい。よし、もうじゃ再臨。はい、生命は本質は同じ。強調よ。よし、 OK。 まさか負けるとは。これが青春の力なのか。青春？もしあの時の俺にもこんな力があったなら。いや、俺たちは違う結末をたどったのかな。これは怒りとかそういうもんなのか。さっさと行け。これは勝者の権利だ。存分に楽しむといい。ようやく通れるようになったのはいいけど、彼ちょっと役に入りすぎじゃない。役を下ろすタイプのやつか。最終的にこうやって入れるなんて、クロックトリックって不思議だね。やっ、あのね、多分良くないと思うこれ。普通にあれなんだ、敵としてもその辺にいるんだ。素晴らしい、さようなら。バン、食材の時だ。落ち着いて。よし、運命は選択ではない。最悪の誓い。OK。 まあ戦う必要もないか。ここから先は道がないから、ドリームメーカーの道具を借りるの。ドリームレンズ。これからやることは君の想像を超えてるかも。はあ、あれじゃん、あれじゃん、無限回廊じゃん。へえ。おもろ。空間がつながった。これで向こう側に行ける。カタルスケはこうやって無境を修繕してるんだ。不思議だよね。すご、何これ。ドリームメイクバード、あれも割っとくか。
これは痛い。よいしょ。多いな。食材の時だ。はい。立ちなさい。夢は見える。何を知りたいの？協調よ。よいしょ。完全にあれ使いそびれたな。見たな。厄介を避け。チェックメイト。ここ食材の時だ。よいしょ。落ち着いて。本質は同じ。はい。見たな。痛くないわ。ちょっとどころじゃないぐらいやばいな。最悪の力。あ、死んだ。食材の時だ。完全に戦い方ミスったね。運命の導きに感謝。償いたまえ。撤退。はい。ということで一旦ここで区切ろうか。夢は元負けたか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。